やったー、ケイケですってな感じでね、今回はね、このインフ活でちょっと久しぶりにマルチやっていこうと思うんですけど、ちょっとね、まあ、毎回参戦って自分は決めてたんですけど、今回はちょっとイレギュラーな感じで、もう負けるまでずっとやっていきたいと思います。だから短かったら本当1試合で終わるし、長かったらね、本当にね、もう2週間とか、だからクララリーガージアシーズン2がそろそろ始まるかもしんないですけど、それの最初ら辺の試合ワンチャン間に合わないレベルまでやっていこうと思うんで、まあ今710位なんですけどね、全然低いんでね、からこその企画なんですけど、ちょっとやっていこうと思います。まあ限界を知るって感じでね。あべ、後ろに投げちゃった。ちょっとだからね、集中してやりたいですね。ギャング、だから今回はちょっと集中編で、で、ガンガン行こうと思います。何ですかね。おっと。枯渇か。枯渇対決ですかね。で、今日ある動画見て、めちゃくちゃ、なんか、燃えたっていうか、なんか頑張んなきゃな、みたいな気持ちになりましたね。アイスピもあるからこれやって、アイスピは回んないか、ギャングで、まあ別ゲーになっちゃうんですけどね、スマブラとかやってる人結構多いと思うんですけど、スマブラで自分と同じ年齢で、しかもな、同じゲームイズっていうね人がいて、その人の、まあ、簡単に説明すれば、スマブラの、まあ、世界大会かな、俺スマブラそんな詳しくないですけど、スマブラで、で俺と同い年の人が世界一と、まあ、言われてる人にね、めちゃくちゃいい試合して、でそれで何て言うんだろうな、そう、めちゃくちゃ、やっぱなんて、かけてた思いがでかかったみたいな。そういうのが、やっぱ普通にもう負けちゃったんですけどね、結果は。その後を見て思って、あ、すげえなと思って。俺そこまでかけれてんのかなと思って、気持ち。なんでちょっと一回本当に頑張ってみようって思ってね、感じで動画撮ってるんですけど。うん。あ、うまいな。よいしょ。よいしょ。ここら辺に吹きや。よいしょ。一回で五分にやられて。あー、間に合わんかった。まあいいや。うわ、ちょっと待って。それは聞いてない。撃て。うわ、撃ったんか。やば。それはまずいですね。なんかめちゃくちゃダメージが入ってない。1ミリも入ってない。ロケット削りかな。ロケット削り始めますか。で、ロケット削りするタイミングなんですけど、違うな。アイスピ使ったのは間違いだった。プリン入ってからでいいんで。ここ行きますか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、マジで、使ったら攻めていく感じで。あー、危な。で、ギャングかな。よいしょ。逆サイドの吹きは無視しちゃって。まあいい感じっすね。
まあ、負けだけなんで引き分けは別に脳幹っていうか実質勝ちみたいなとこある。んーないよいしょ。あーでもこれ連盟できないかもしんないんで、別に無理やり連盟しないでいいんで、あとロケ2発なんでゆっくり行きましょう。うん、でちょっと怖いんで、でロケット2周って30秒ぐらいで回るんですよね大体。死ぬって、なんでまあここで打って、ま、次の間に合うって感じですね。で丸とある時になるべく打ちたいですね。それはこれはまあ OK、 プリンは無理に延命しなくて OK です。でこっちはプリンで吹き矢が入ってから ISP 大事よ。で適当な感じでギャングセパして、あとはロケットで GG って感じですね。 OKOK、 とりあえず一勝。あんまね集中してて解説ができなかった。あ、まあとりあえずスマブラの大会で、多分スマブラザクレイさんっていう名前なんですけど、めちゃくちゃね俺なんか感動して、すげえなって、感動だけどすげえなと思った。同い年で同じ会社で、うん、すげえなと思って、俺あそこまでできてんかけれてんのかなと思って。やっぱ俺もなんすけど、なんでこれしかないわけですよ。クラロワしかないんですよ本当に。なんだろうな、自分がまあ一番になれるみたいな、多分クラロワしかなくて、そんなんもうやれるときにやれよって話なんですけど、なんでもっとできると思うんでね、ちょっと頑張りたいですね。やべ、ISP 掴んでたから ISP 出しちゃったんですけど、あれ、今の普通にギャングだけでいいっすね。よし、もう今日はバッチリ行きましょう。がっつり。ペッカ工場ですね。で、マジアチャカゴかって感じなんですけど、多分どっちもまだ出てないよな。なんで、ああ、マジアチャか。ならまあ、構わんって感じで。よいしょ。で、ここを構えといて、多分エレキ来るんで、先に出しときましょう。うん。よいしょ。で、ユーノがしっかり突進してから、突進中に丸太転がしても、ユーノに当たったことになんない、なんないんでね、反応で。ん？当たり判定が、まあ、ダッシュ中は無敵なんでね、ダッシュしっかり来てから丸太、落ち着いて落ち着いて、やりましょう。で、気をつけなきゃいけないのが、マジアチャワンちゃんかな。多分、相手ケツペッカしてきて、いつか、どっかのタイミングでケツペッカしてきて、で、インフェに対しての、多分、マジアチャを真ん中に出してくるわけですよ。先にとりあえずインフェ置いといて、で、マジアチャをどうやって処理するかっすよね。で、ワンちゃん、ああ、なるほど。よいしょって感じで。ここ一気に丸太で処理してあげて、全然あっちの逆サイドのマジアチなんてどうでもいいんでね。で、このインフェも別にいらないんで捨てちゃいましょう。こっちに、ダクプリはナイトで受けて、ペッカーギャングみたいな、別々で分けてあげて受けるとやりやすいですね。いや、こっちさてはいるか。よいしょ。全然落ち着いていいっすね、これ。よいしょ。なんで、よいしょ。バイスピ打って、で、これはあとはロケット丸太圏内なんで落ち着いて回して、ジジって感じっすかね。多分マジアチャ来るんで、インフィア置いてきましょう。ああ、あらあら。ちょっと怖いんで、ナイト添えて、いや怖くねこれ。よしよし、危ねー。あ、最短出てなかったら危なかったっすね。
うん、ナイティいらなかったからそのまま打つべきでした。ちょっと判断ミス、すまんや、勝ったから OK。 ロケットマルタの最速は8コス溜まる一瞬前かな、 7.5 コスぐらいでロケット打ってすぐマルタ溜まったらマルタみたいな感じが一番いいと思います。オッケーオッケー、とりあえずいつもの参戦は超えれた。でもあんま動画長くなるのもあれかもしんないんですけど、まあてか動画の長さでどんぐらい勝ったか分かっちゃうくねっていう、まあええか、それはあんま気にしないでください。もしかしたら俺がただし尺伸ばしたいがために試合終わった後でも喋ってるかもしれないって、まあそんなことはないんですけど、まあナイトマルタホグファルチェか枯渇ですよね。今日はね真面目にやっぱ刺激を受けた後は真面目にクララをやりたくなるものなんですよ。どうしようかな、これ考えろ。あ、やばい、フェーボか、ナイトマルタベビーフェーボ。あー、これはもうニュータイプですね。ニュータイプ流行らそうかなと思って、いや別に流行んなくていいんですけど、だから変な自作デッキとか変なオリジナルデッキが来た時にお前ニュータイプかみたいな、うわーちょっと待ってのが言えるといいと思います。うん、まあ OKOK、 割といい防衛で、マルタかな、多分トルネもあるし、削れないと、あ、普通、え？何？完全にニュータイプですね。遅延スケラーだと思って、ちょっとなんか、あ、普通のデッキじゃんと思ったけど、全然、これベビドラかな。でもなんか5なのが面白いっすね。ここにインフェ立っちゃって、多分相手インフェに弱いんすよね、めちゃくちゃ。で、ここでインフェ残ってる間に始まるプリンして。でも正直、このいや、今のインフェで、プリン、ベビドラのタゲを、マスケも入ってんだ。映せると思ったけど、全然映せなかったね。ミスです。すいません。あ、トルネやっぱあった。でも、吸えてる。あー、どうしよう。うわー、めんどくせえ。ロケット削りっすね、これも。こういう、あの、バレル刺さない相手はロケット削りか、姉妹プリンって決まってるんですよ。姉妹プリンはどうせ毎回、もうどのタイミングに出しても読まれちゃうんで、どんどん行きましょう。ってな感じで。え、えぐくね、それ。普通にえぐくね。このタイミングで、よいしょ。痛い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 、5打たれんのかな、やだな、ちょっとやですね、5打たれんの。まあいっか、来ない。でインフェ置いて、やっぱ相手インフェのねリセットがないんでね、やっちゃいましょう。うわ、マジ天才なかな。で、ここは、あー、バレル今後ろにずらしたかったですね。どっちかというと。今絶対と、ファイブもあったわ。そんなのあったわ。やっべ、巻きたくねー。ちょっと巻きたくないな、だいぶ。でもファイブだけでしょ。全然いけると思うんですよね。ここは美味しい美味しい。で、これでロケット出ますね。ロケット3発。あ、3発いったんですよね、最近。3発だけに、とか言って。つまんない。うん、そんなんいいから勝ちたい。よいしょ、はい、ここ手前で止めちゃいます。その心は、手前に止めるとタワーのタゲがスケラに行くから、その分ね処理がしやすくなるんですよね。こんな感じで、もうロケットあと2発待ちちゃいましょう。はい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 、
で、バレるって隙をなくすっていうか、あー相手もうぶっ破してくんな。でも呪文打ってくるんで、この早いもん勝ちっすね、これ。よいしょ、グッドゲーム。いやーいいね、やっぱ集中してやると。なんか頭が冴えてるわ。っていうか、なんだろう、頭が冴えてるのもあるけど、やっぱモチベ上がる、そういう試合とか、まあクララの試合でもそうなんですけど、他でもモチベ上がる音楽とか、モチベってやっぱプレイにめっちゃ関係するなと思って、いやいややっても全然できないと思うんですよね。今俺はもうモチベが高いから、あ、ちょっと今フルバトン無理っす。もうね、結構負ける気がしないねっていう、このねっていうね、ことを言ったすぐ後にね、負けちゃったりもするんで、まあ頑張っていきたいんですけど、まあ解説になってないのは非常に申し訳ないんですけどね。でも結構これはこれでね、なんか面白く見てくれるんじゃないかなと思って。いつもちょっとふざけてるってのはあんまないんですけど、シンプルの枯渇動画みたいな感じで、これもいいかなって感じで、たまにやっていこうかなとは。余ってるんですけど、まあ。で、こういう時ってどうしようかなって本当に悩んでて。結構インフカツって、プリンが切れないんですよね。プリン切った後ガゴムでシンプルに止まんなくないですか？ロケットあるけど、ガゴムにロケットってなんか渋いっすよね。極力打ちたくないと思うんですよ。え、何それ。ナイトアーチャーマウィザードトルネ、うーん、一応構えとくけど遅い。早い、神の速さだったね今で。ウィザードが来るのかな、遅れて。アーチャーもあったのか、これはだいぶ相性良さそうなんで続くですね。まあ、ここから負けるとかありそうだけど。なんだろう、バルーンかな。バルーンと見せかけての、なんだろう。わかんないっすね、相手のデッキが。トルネ、ナイト、アーチャー、ゴブ、ギャン、ウィザード。謎めいてる。が、まあ、落ち着いて、あ、ランバーもいたわ。これはバルーンですね、確、ほぼ確で。ランバーがいたら大体バルーン。あ、でもじゃ、ランバーいたら大体バルーン。あー、やばい。早い。速さが未知数。オッケーオッケー。なるほど、ギャングいるからあんま、ギャング以外に丸太使うなって言ってんのね、この人は。はいはいはい。じゃあインフェでつって。よいしょ。あ、ミスった、ちょっと。フリーズとか来そう。あ、全然来ないね。1ミリも来ないっすね。まあ落ち着いてバレルで少しずつ削っていきますか。で、ここロケット打っていいんだよな、めちゃくちゃ。ここは打ちますか。で、バルーン来るな、絶対。で、バルーンにはしっかりインフを置いて、で、フリーズされてもいいようにしないとな。オッケーオッケー。多分今フリーズされても多分、まあ、通って一発だったんで、まあ、こんな感じでね。あとはロケット打たずに勝利。オッケー。いいね。いいね、KK。いいね。4連勝ってな感じで。やっぱ、だらだらやるよりは、こうやってね、もう本当に集中して、キュッてやった方がいいですね、キュッて。だからこれからの動画も、マジで、もっとね、うまくやりたいですね。正直言って、まだまだ、まだ俺はやれますよ、全然。もっとね、いい動画を作れる。まあ、面白さっていうのもあるんですけど、もっと、プレイの質を上げた動画を、全然、そういうのをね、見していきたいですね。ってな感じで、まあほんとこんな、まったりやってくんですけど。さあさあさあ。スケルトン、
ホグ。よいしょ。ホグにはこの位置にインフェッター側が一番いいですね。で、ホグが残ってるんで、シマプリン。2.6 グだね。あ、2.6 グ結構知りたい人多いんじゃないですか。多いって言ったじゃん、今。2.6 グで来いよ。なんで？これは、ワンチャン 2.6 キョスケだから許そうと。よいしょ。どうしよう。なんか、でもいい感じに守れましたね。見ました今のアイスピ。ウッドで全てをまとめて、まるで俺のウッドはトルネみたいな感じ。ちょっと今、エリなかったんで。あ、出たこれ。これどういうことなんですか、ウエさん。タイミングが遅かったのかな。どっちにしろ俺が悪いわ。守りでエリクサー使いすぎちったかな。そんな、なかなか最小限だったと思うけど。まあまあまあ。で、なぁ、ユーノも入ってましたね。キョスケ、ファルチェ、ホグスケで、今のとこ呪文が、マルタしかないと。で、これ出したら、多分ファルチェが来るから、まあいいけど、ファルチェにロケット打とうか。いや、打つ必要ないな。で、これは、ここら辺に出して、ちょっと待って、ギリギリまで。あ、ミスった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 。つつつつつつつ。よいしょ。しっかりね、キョスケが終わってからインフェを立てていって、まあ当たり前のことですね、今のは。グリとグラでもできます。で、後ろからキョスケを出してこようもんなら、ハシマイプリン出してたんですけど、相手がなかなかね、警戒しながら立ち回ってきたんで出してきて、こういうところロケット打ちたいですね。もう打っていいと思うんですよね。ほら。あ、いらないね、このアイスピンも。もったいない。すいません。シマプリンとか。あー、やべえ、忘れてた。うわー、ユーノの存在忘れてた。この、今の左のプリンはギャングで延命できるところだったんですけど。あー、もったいない。まあ、もったいないね。あ、音が止まる。ここで音が止まる。で、丸太回ってないんで、あ、これで回ったかな。で、丸太使うのかな。いやー、ファルチャーあるから、ナイトギャングすんの、ちょっと渋いっすね。なんで、相手のデッキがまだ、よくわかんないんですけど、多分インフェのリセット系があんまないんですよね。ちょっと待って、インフェ壊されるのやばい。で、ナイト出しちゃったんですけど、だいぶもったいないですね。本来ならアイスピでやるべきところ。もったいない、もったいない。それは、ありがた迷惑ってやつですね。はいはいはい。これは普通にナイトで出してあげて。なるほど。こっちで。こっちはこっちでやるんでね。で、そうですね。まあ、このまま、もしかしたらイモられちゃうかもしれないんで、ロケット打っちゃいますか。ダラダラやってても、ね、あっちのファルチェ無視して、こっちに出してね。で、そう、このウッドを待ってから、こんな感じで防衛して、一発ぐらい全然共有するんで、相手の呪文、あれちょっと待って。カッコつけてたけど、まだ終わってないんだけど。相手の呪文、攻め呪文を把握っていうか、何が来るからこれみたいな。そういうのが大事ですね。だ今みたいに、まあ、俺がインフェないっていうのを相手は分かってる。常に相手は自分が一番嫌なことをしてくるんです。って考えたら、相手が俺だったら、まあ、インフェないときは攻めまれた。もうラストだしね。攻めまれた転がすなって。っていうワンチャンにかけてくるわけですよ。そのワンチャンもかわしたらもう気持ちいいですね。最高ですよ。もうすべて手のひらの上で転がしてるような感じで。で、相手の攻め呪文をすらね、普段使ってこない。普段はまあ、結構守りで使われるんでね、ウッドって。なんか若干意識しづらいんですけど、そこでちょっと頭働かせて、
あ、このタイミング攻めうっとくるなって時にちょっとワンテンポ遅らして出してあげることとか結構大事だったりしますね。はい、よろしく。アイスピギャングしようかな。アイスピギャングします。アイスピとギャングの間を少し外すと、アイスピがねだけがタワーに、アイスピとギャング両方にザップが当たんなくて、そうするとギャングだけにザップを当てると何が起こるかっていうと、アイスピがタワーに入って、でミリ残りしたギャングのゴブリンがちょっと入るって感じ。あれ、これペッカ工場かな。早く風呂入りたいんだけど勘弁してくれ。これなんかインフェで受けたくなかったんでユニットできます。いいとこがやっぱ回転の速さですよね。でナイトギャング使ってもリクナイって相手は思うけど、実はナイトが回ってるっていう。すんばらしいねこのデッキは。でもなるべくやっぱそういう、うん、なんて言うんだろうな、うん、こういうさ、あーもったいない、今のダッシュ しない位置があったわ。今みたいな感じでこれエレキきますね。なんで先に出しちゃうか。あれ工場か、すいません失礼。確かに工場だ、俺でも工場出すわ。ここなんでかっていうと、今エレキ出しちゃったらバレルの受けがなくなっちゃうんですよね。あいつさっきバレルをユーノから切って守ってたんで、バレルにまたユーノを当てないといけないってなると渋いんでってな感じですね。一回アイスピ出して出しとくか。よいしょ、最大限に釣ってあげて、ザップ使ったんでね、もうこの槍ゴブのところまで来てもらえますか。で、ウッドで適当に手札回しつつ、射程が長くなったんで、なんか釣りづらくなりましたね。なるべく基本ユニット受けですね、ペッカー、相手は。わあ、うまい、うまい。よいしょ。うん、めちゃくちゃいいペースっすね。こういうのとか、ああもう何してんの。うわ、もったいないって。だこれないと使う必要ないっす。あ、今のはもったいないです。ただもったいないことしただけなんですけど、別にないと使う必要はないってことだけ。ないと。ないと使う必要はないと。あー、面白くない。はい、これも、ちょっとミス多い。ちゃんとして。これロケット撃っちゃいますか。ウッドロケでラックプリ全滅なんでね。ナイト置いとけばとりあえずの安心感。で、まあさっきみたいに。はい、これはちょっとなんか、嫌じゃね？あ、よしよし。いや、もうしっかり守ろう。もうずっと守ろう。守ってると。で、ユーノ来る。あ、来たとて。打てるな、これも。打ちます。はい、アイスピーでこっちに釣ってあげて。はい。さっきはギリギリちょっと多いな。ペカゴージャーもっと余裕も、まあ、勝てればいいっしょ。正直。なん、あ、グル入った。勝てれば OK みたいなとこないっすか。どう思いますか。いやー、でもこういうのがなんか俺だったら見たいような気もするんですよね。俺昔、まあ、枯渇うまい人本当にね、 YouTube とか少なくて、全然クララの YouTube 自体がね、枯渇のめっちゃうまい人の生マルチとか、俺が本当のモブっていうか、まあ4000とかの、まあ5000とかの時代にそういうのあったらめっちゃ見てましたね、本当に。なんでまあ俺がその立場に立ったとかじゃなくて、ちょっとそれは調子乗りすぎなんですけど、まあ多少はそう言えると思うんで、だから俺がもし視聴者さんだったら、やっぱこういうね、生マルチぶん回してる動画も、いろんなデッキで、いろんな人がいるんで、いろんなデッキで見せるのも大事なんですけど、まあやっぱ基本、
元は枯渇なんでね、その枯渇で見せれたらやっぱ一番じゃないかと。こういうね、なんかゆるい感じの生マルチが、俺は4000とか時のとかに好きでしたね。結構その時はアダムって人が世界一だったんですけど、枯渇ではもう YouTube をねめっちゃね、ほんの少しだけやっててね、それをもうめちゃくちゃ見てましたね。なんだろう、なんか変なデッキしてますね。よしよし、ホグかと思ったら違うね、ディガーが入ってるんですよ。多分プリンにはマルタを使っていいデッキだと思うんで、使ってあげて、でここにギャング足してミニペを溶かしていきたいが、微妙と。やばい。マルタもあるんですよね。でもこのギャングバレルには回ってないから、ファイスピでしょ。なんで3体分けでしっかりこれ、あだよね。そう、もうナイトギャングの形もきついと思ったんで、そっちにファイスピされてくれましたね。まあありがたいって感じで。でこれディガつけてこな、ただファイスピだけで、ここ逆サイドの一マス上が一番釣れる位置です。これ打っちゃうか。多分またプリンとかで。わ。じゃあ、いやらしくいくわ。ですよね。あ、前に来るな、これ。なんで、しっかりね。で、ザップ持ってるんで、こやつは。はいはい。で、ウッドはしっかりタワーに入れて。で、これでね、ロケット圏内なんで、あとは守っていきますか。やべえ、めっちゃ勝ってんな、これ。勝ちすぎ。どうしよう。でもいいな、なんか、枯渇でマルチ分回すのもやっぱ楽しいですね。いろんなデッキやるのも楽しいんですけど、それ。ふぅ、これめっちゃもらえねえとろ。8000ぐらい。はい、32。やばい、尺長い動画。もう、ワンチャンこれ本当にシーズン2間に合わない説あるんで、まあゲームズで、まあこの動画すら見れないか、まず。みんながシェアやってる間、俺をずっとマルチ回しながら撮ってんだもんな、負けない限り。いや、ほんとこれはもう負けるまでやりますよ、そりゃ。1時間とかになっても、負けるまでやって、頑張って。ちょっとね、多分早く帰りたいし、しかもこの部屋、まあ動画撮影用の部屋、結構動画全部見てくれてる方は分かると思うんですけど、撮影してる部屋が暑いんですよね、めちゃくちゃ。だからもう汗はしてかいてないけど、若干のベタが来てますね。まずい。 BGM もわー、やばくね、これもう33分も撮ってんだ。まあでもそっか、6000したらそんぐらいか。まあでもそうっすよね、別にたまには良くないですか。まあ、全然ね、ここの部分見てくれてるか、聞いてくれてる方には言うんですけど、全然全部とか見てもらわなくたっていいんで、ほんと要所要所で。見たい人は、もう、ぜひ見てくださいってな感じでね、にっこりしながら言うんですけど。はい、マッチング長いとね。お、午後の紅茶さんだ。多分、ファルチェバルーン。ファルチェバルーンっていうよりは、バルキリーバルーンですね。なんか自作のデッキがあるんですよ、この人には。なんでね、枯渇、インフ枯渇であんま当たったことないかな。どう立ち回ろうかっていうのをちょっと考えてて。どうしましょうかね。ここであんまないと切りたくないんですよね。なぜかというと、バルキリーがあるんで。あー、やばい。うわ、延命できなかった。もう一番最悪。なら最初からすんなみたいな。多分今は相手がザップ使ったんで、アイスピ、俺のイメージだったらアイスピとね、
アイスピット、ちょっと待って、喋りたいことがわかんない。よいしょ。頼む、間に合ってくれ。間に合わないか。間に合った。そう、アイスピとプリンセスにエレキの攻撃が2発に分かれたらアイスピで固まって、それで丸太で多分いけたんですけど、俺の爪っていうか、なんだろうな、まあ鼻ら辺が甘かったのじゃないかと思いますね。で、どうしような、こっからプリン同裁は正しいのか、果たして。ギャング一応気持ち出すけど、多分ファルチェに全部焼かれるよねーってな感じで、ねーってねーってねーってろ、はい、転がして、そう、このタイミング今分かりましたか。多分あのファルチェが振ろうとしてる、振りかぶってアイスピで一回止めてから、はい、じゃあ、はいはい、プリンセスワキワキ、あれ緊急されてね、なんか、よいしょよいしょよいしょ、あ、今切るわ。はあ、なんでそのプリンから竹取ってんねん、お前。あ、やべ、ファルチェ、ファルチェじゃない、なんだっけ、バルキリキンキド無理か。ロケット、バルーン相手にロケット削りめちゃくちゃ怖くないですか。俺はもうチキリすぎ、チキリ、ビビン、チキ、なんだっけ、チキンなんで、そんなことできないんで、もう丸太でちまちま削っていこうかなと思いますね。丸太でちまちま。削っていこうか、丸太で。あと、バレル。あと、しまえ。うま。若干こっちも削られてんな。インフェで守りたいな。まあ、出して。次はインフェで守りたい感がある。わかんねえ。よいしょ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 。あ、やばい。あー、もう！やっぱやった、もう、もったいな。もう、これで終わんのか、俺。これで終わんのか。ワンチャン歩くね。あぶねえ。あぶねえ。やめらんねえ、クラロワ。あぶねえ。やば。危ないね、もう本当に。もういい子はやめましょう、こんな。ロケット外した。もうやってらんねえな。何が悪かったかっていうと、インフェとロケット同時に防衛で使っちゃ絶対ダメなんですよ。なのに俺はタブを犯して、で、ロケットで良かったっていうか、バルキ、やばい、これ著作権引っかかる曲なんだよ。やめてくれ。今ちょっと流れちゃったよ。2秒なら大丈夫。俺が歌うのと変わんないよね。で、ちょっと曲変えたいな。これでいいか。あ、いいじゃん。最初から流します。よいしょ。集中していこう。切り替えてね。で、ナイトがないんで、ギャングだけで受けていこうと思ったんですけど、それは無理なようだ。ああ、やばい。マジか。マジかよ。ああ、やっぱ、この序盤でも、えぐられたわ。ダクプリ、なんで来ないの？
だから本当にさ、自分から誘ってきて来ないやつ、クラスに8人くらいいたんじゃない、知らんけど。もうね、別にダックフリ切ったんでこれ行きましょうって感じで、ダックフリがもう早い早い、でも刺さる。で、いい逆サイ攻めのいい点は、このユーノとかをめちゃくちゃ許容できる。言うて最低限に許容するんですけど、俺まだまだ勝つ気ありますよ。ここから勝ちますよ、俺は。モチナラン。もうね、こいつはね、完全に俺を怒らせちゃったんだよね。似てね。はい、このガゴとかも無視できるんで、全然。ああ、こういうの気になんねえし、俺。でも痛いな、若干。残り1000か。考えろ。でも全然な、残り時間的にもな、いけるんだよな。1分半でしょ。いけるわ、それは。任せとけい。任せとけいけい。これ丸太だけで絶対完封しろ。はぁ、もう何をやってる？何をやってるんば。ルンルンルンルルン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 、このダックプリ入れて、オッケー、はい、使っちゃったよね。おい、ナイト、何やってんの。あ、オッケー、全然いい。シュ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 。はい、あとは、守るだけっていうか、もう、なんか、いちいちになりそうだよねって感じ。あー、最悪、もう最悪。もう最悪。最悪これ、もう最悪これ、最悪。うん。ポイズン、もう一回打たれて終わるわ、俺の人生。あー、もうやってらんねえ。くそ、悔しい。ちょっと待って、これにロケット打つのマジで渋いんだよな。考えてみ、考えてみ。俺無理無理。絶対ロケット打たない、絶対ロケット打たない、俺。絶対打たないかな。てな感じでね、今回の動画はまあね、まあ何連勝したんだろうな、わからん。うん、7ぐらいしたかもしんないですけど、まあ定期的にこういう動画もね、なんかいいかなと思ったんで。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、10、10、10、10、10、10、てな感じでね、今回は、まあ結構トラ上がったんで、よしとしましょう。てな感じで終わります。てな感じでが多い。てな感じ。テレキエレキテル連合。何それ。